ただいまご紹介に預かりました木村でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今年でこの講演会というか沖縄タイムス主催で講演会をやっていただくのも3回目ということになりまして、だんだん慣れてまいりました。どうもありがとうございます。で早速お話をさせていただこうかなというふうに思います。で、3回目ということなんですけれども、これに合わせて私春休みの家族旅行をしておりまして、で家族息子と娘がそれぞれ、息子が今4歳、娘が9歳ですが、毎年沖縄の海、春の海を堪能するということができておりまして、娘も息子も大変毎年楽しみにしているんですけれども、ちょっとですね教育を誤ったということからお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、一つ目はあまり教育を誤った話ではないんですが、娘がいかに沖縄の海が気に入っているかという話なんですけれども、一番なくしたくない記憶と、なんでこの話をしたかというと、記憶と引き換えにとても大事なこととか知りたいことを教えてくれる悪魔の話というのがありまして、なんでそんな話を読むのかという問題もあるんですけれども、そういう悪魔がいた時に、あんたが一番なくしたくない記憶は何かというふうに娘に聞いたところですね、ディズニーランドに行った記憶とか入学式の記憶とかではなくて、沖縄の海の色であるというふうに言っておりまして、どうもありがとうございます。娘にその拍手を届けたいと思います。やっぱり沖縄の海というのは本当に印象に残るということで、この海は大切にしてほしいししていきたいなと思ったところでございます。で、娘はまだ9歳なので、いろいろ事情が分かっておるわけでありますけれども、問題は息子の方でありまして、息子はですね、これ相模湾を見に行ったという話なんですけれども、息子は相模湾という、去年夏に1回海に行きまして、相模湾というのは神奈川県、本州の海ですけれども、神奈川県の太平洋側の海であります。で、沖縄にしょっちゅうというか毎年沖縄に来ておりますので、息子は海といえば沖縄であるというそういうイメージがありましたので、相模湾についてですね、相模湾の海を見て何と言ったかというと、何この泥水と言い出しましてですね、やっぱりどういうことかというと、相模湾ってここにあるんですけれども、これ要するに本州というか本土は火山地帯でありますから、海の砂というのが黒いわけですね。で、黒くってそこに波が打ち寄せると、私は伊豆大島、母方の祖母が伊豆大島というこの伊豆半島の先っぽの方にある島に住んでおりますので、住んでおりましたので、しょっちゅう伊豆大島に行っていて、でこの火山性の黒い海というのも結構好きなんですけども、息子は何分こういう海しか見たことがなかったもので、これ見てカルチャーショックで、これは泥水は何なんだというふうに言ってですね、これはちょっと教育を間違えたというかですね、沖縄に来すぎたという副作用が出ております。さて、そんな中でありますが、私も沖縄タイムスさんでもう2年ほど連載させていただいておりまして、で2年ほど連載させていただいて、そのたまった分を本にしていただきました。ぜひよろしくお願いします。それで、せっかくなのでということで、本土の方で、本州の方で沖縄タイムスハスでこんなことが話題になったということなんですが、最近はネットニュースという形で沖縄タイムスとか琉球新報の記事も本州にいながらネットで見ることができるということで、しばしばタイムスとかあるいは琉球新報さんの記事が話題になります。でもちろん辺野古の話題でありますとか高江の話題、あるいは山城議長の拘束の話題というのは当然本州でも話題になるんですけれど、本土の方でも話題になるんですが、その他にどんなことが注目を浴びたかということで、今年になってまず最初に注目を浴びたのはこのニュースなんですけれども、ハブ取り名人飼育許可なしで逮捕されるというニュースがありまして、ハブを取ってですね、それで出荷している
あの人がですね、あのハブを捕まえていたところ、あのどうも飼育許可というのが必要で、出荷までの間保管しておいたところ、これが飼育許可がないままハブを飼育したということで逮捕されたと。でその時のタイムスさん3月16日にコメントが載ってまして、悪いこととは思わずどうぞどうぞと一時保管のハブを見せたら逮捕につながったと、まあ、大変な衝撃でございまして、これはあの本土の方でもだいぶ話題になっておりました。でその他話題になったニュースとしては、これはまあ写真はちょっと問題があって用意してこなかったんですが、あの名護市役所のところでアグー豚の像の話がありまして、その大事な場所の部分がちゃんとその出過ぎているのでちゃんと隠せみたいな、まあ、そういうこともかなり話題になっておりました。でまあ、そんなことでですね、あのインターネットのおかげで沖縄ニュースというのがあの非常に身近になっているという感じがいたします。さて、で今日はその沖縄ニュースで話題になったこの辺野古の最高裁判決が昨年末出まして、まあ到底私の立場からは容認できないものでありましたので、このお話をというふうにあの憲法の視点からお話をしたいなと、憲法学の視点からお話をしたいなというふうに思っておりますが、今日 の, あの議題や、演題にもありましたように、今年は憲法施行70年の節目ということになります。でこの憲法施行70年ということですけれども、これがあのどういう形で受け止められているのかということをお話ししたいと思います。でこの憲法施行70周年ということで、まず押さえておきたいのが、あの押し付け憲法論といわれる、憲法は押し付けられたもので正当性がないのだというような、そういうあの議論から憲法原則が定着してきたという、そういう節目として受け取るべきであるというところからお話をしたいなと思います。であの押し付け憲法論っていうのはすでにもう克服されたものだというのは、まあ、少なくとも公式 の, あの政府でありますとか、あるいは国会の場での議論ではすでにそれは押し付け憲法論から憲法原則の定着を確認するところから、押し付け憲法論をあのからまあ離脱、それこそ克服し、憲法原則が定着したところから改憲にしろ護憲にしろ議論を進めるという、そういう作法が今は定着してるんですよと、なんかあの定着してないかのような議論もあるので、定着を公式にはしたところから議論を始めてるんだよということで、あのちょっと前の談話からあの確認していきたいんですが、憲法施行50年、1997年5月3日、あの毎年というか10周年の節目には、の憲法記念日には首相談話という形で憲法施行丸々周年談話というのが出るんですが、97年、50周年を迎えた橋本龍太郎首相の時の談話ではですね、憲法の崇高な理想は広く国民に浸透し、我が国が自由で民主的な平和国家として発展する上で、極めて大きな役割を果たしてきた、ということを言っています。もちろんあの改憲を目指す自民党出身の政治家でありますから、まあ、時代に合わないところはもちろん修正はあの検討してもいいみたいなことは龍太郎首相も言ってるんですけれども、ただあのこの談話の中でもこのように、憲法は広く国民に定着をしている、そこから出発をするんだという言い方を談話で出しております。で憲法施行60周年はではどうなのかということですが、憲法施行60周年は、これはあの安倍晋三首相、これはあの第一次内閣当時でありますが、ここで打順が回ったのが安倍晋三首相だったんですが、安倍首相もまたもちろん改憲派、ご本人も改憲派ということで、談話の中でもあの憲法が、まあ、時代に合わないところとか修正が必要な部分については検討するということは言ってますが、ただ他方で国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重、および平和主義と国際協調主義という現行憲法の基本原則は広く国民に浸透し、我が国の今日の姿を築く上で極めて大きな役割を果たしてきましたということで、まあこういうところからあの議論を出発する、憲法原則が定着したというところから議論を出発するんだというのは、これはまあ憲法何周年ということを確認する上でも非常に重要なあの出発点であるということになっております。で昨年末から、じゃあ国会、これは政府の、あの談話、政府のトップの談話でありますが、じゃあ国会の方ではどうなのかということですが、昨年末から、まあ、国会の方では憲法審査会の活動が再開しています。
で憲法審査会でもやはりこうした憲法原則の定着をまずは確認する、改憲護憲の議論はそこから始めるということが、まあ、基本的な一つの作法ということになっております。で、じゃあ実際その憲法審査会でどういう議論をしているかということなんですが、最新の憲法審査会はもう先週になりますが、本当に直近ですが2017年今年の3月23日に衆議院の方で憲法審査会が開催されております。でこの日のテーマは解散権の制限と緊急事態下での国会議員の任期の延長という、こういう話題が取り上げられておりまして、まあ、一見してわかるように非常に技術的な話題が憲法審査会で議論をされる、憲法が押し付けであったかどうかとか、まあ、憲法の根本原則から大きく革命的に憲法を変える必要があるかどうかといったことは議論をするの、議論はされておらず、基本的には今の憲法原則が定着しているということを前提に技術的に今の憲法原則憲法上の規定を部分修正する必要があるか、まあ、そういうペースで議論が行われております。で緊急事態下での国会議員の任期延長っていうのはこれはどういう話をしているかということなんですが、憲法には国会議員の任期というのが書いてあります。で任期っていうのを書いておかないと国会議員が居座ってしまうとかですね、あるいは首相に好きな構成の時には延々中の首相が任期を延ばしちゃうとかっていうことが考えられるので、きちんと任期を区切り任期が来たら選挙をする、これは憲法上の大変重要な原則であるわけですけれども、まあ、最近ですねその選挙ができないような緊急事態が起きた時に特例的に任期の延長を認めるべきではないかという議論が、まあ、なされています。でその議論のきっかけになった話というのは、まあ、いろいろあると言われるんですけれども、現行憲法改憲派の人たちが現行憲法のあらはないかと一生懸命あら探しをしたところ、どうもその緊急事態で選挙ができないときに国会議員がいなくなってしまうという問題は解決できないんじゃないかというふうに思いついた人がいて、それでこういう議論をしだしたっていう指摘もありますし、もう少し真面目な話としては東日本大震災の時なんですが、東日本大震災の時はあれも3月でしたけれども、ちょうど統一地方選と重なっておりまして、選挙をやらなければいけない、地方選挙ですが選挙をやらなければいけないという時期が迫っていて、でような大災害が起きてしまって結局最長で8ヶ月ほど議会議員 の, 任選挙が遅れてしまったというそういう場所があったと。で、時に国政選挙がかぶ、まあ、ってたらどうするのかということが問題としては提起をされておりまして、で、これについては例えば衆議院議員が4年って任期が決まってるわけですが、任期が切れる1ヶ月前のところで大体選挙をやるというふうに法律ではなっているんですけれども、この選挙というのがたまたまその地震が来てしまって、で任期が切れるまでに新しい人を選べなかったらどうするのかみたいなことをどうしようかというような議論をしてはどうかと、まあ、非常に聞くだけで、まあ、眠くなる方は眠くなるという非常に技術的な話ではあるんですけれども、これについてどうしようかというような話が話し合われてました。でこの問題というのはですね、確かに選挙ができないような時にどうするのかっていう問題は、考えとかなくてはいけないんですけれども、任期の延長というのはやはりいろいろ問題があります。例えばですね、衆議院が解散中に、地震が起きてしまったっていう時に、解散ってことは任期を失ってしまった衆議院議員、だからその地位を奪われてしまった衆議院議員の地位をもう一回復活させなければいけないということで、かなり正当性感覚に疑義が生じるというそういうことになるでしょう。あるいはですね、まあ、衆議院が解散されてない段階でも誰が任期の延長の判断をするのかという深刻な問題というのがありまして、当然その内閣政府に一任するという形では乱用の危険が多いし、当人である国会議員に決めさせようということになれば、
今度はその国会議員がお手盛りっていうんですけど、自分の判断で自分の有利なように任期を延ばしてしまう、必要もないのに任期を延ばして選挙を延ばしてしまうという危険もあるということで、問題自体は分かんなくはないんですが、これなかなかデザインが難しいところという話になるという、まあ、そんな話をしてきました。でもう一つポイントはこの任期の延長問題は、日本には参議院があるというのが一つの強みで、実は緊急事態に対する立法府の対応ということで各国の憲法、制度を比較したときに、日本の制度というのは比較的他の国に比べると、まあ、まだマシという面があります。というのは、外国の第二院、まあ、日本の参議院にあたる上院ですが、第二院の議員たちというのは、普通は国民代表ではなくて地域代表であったり州代表であったりするというのが、まあ、他の国では普通というか多いです。でそうするとその下院、国民代表が集まる議会の方が解散したりとか任期が切れてしまった時に国民代表の議員が一人もいなくなってしまうという国は非常に多いんですけれども、日本の場合幸いにして参議院は、国民代表の院であるし、さらに、半数ごとの改選ということで国民代表の議員が、まあ、何はともかく数は少ないかもしれないけれども一定数国民代表の議員が必ず存在する、途切れることなく存在する、これがまあ日本国憲法の緊急事態対応と見たときには比較的優れているし安心できる点とも言えるところなので、むしろ現行憲法をそのまま維持した上でそういうようなことが起きたら参議院の緊急集会を活用して、まあ乗り切った方がいいのではないかと、まあ、そういう議論もあったりいたします。でまあ、参議院の緊急集会なんかの対応があるし、まあ、もし今現行憲法で改正されずに行われたら間違いなくそういう対応を取らざるを得ないので、まあこの問題は今の憲法を変えずにもいけるんじゃないかみたいな、まあ、そういう議論が行われたということです。でもう一つのテーマが解散権の制限ということなんですが、解散権というのは衆議院政府のが内閣が衆議院を解散するという権限がありまして、でこれを今はどういうふうに使われているかというと、首相とか内閣が好きな時に解散していい、そういうふうに運用されているというのは皆さんもご存知の通りです。しかし衆議院の解散というのが内閣の好きな時にできるということになれば、まあ、当然与党に有利な時に解散をする、解散のタイミングを選ぶということをやるでしょうということになるわけでありまして、まあ、実際例えばその辺野古の問題が非常に盛り上がっている時に解散するっていうことよりも政府の側がタイミングを図って小康状態になるような、時を見計らってとか、あるいは政府に有利な雇用統計、政府に不利な雇用統計とか経済統計が出る前に解散してしまおうとか、あるいは野党の選挙の準備ができてない時期に解散しちゃおうとかっていうふうに、まあ、いわゆる解散権の乱用と呼ばれる事例が増えるだろうということで、解散権については何らかの制限をかけた方がいいのではないか、こんな議論もされています。で、この議論の一つ後押しになっているのがドイツやイギリスの制度なんですが、ドイツでは戦後直後から解散権には制限が加わっておりまして、首相の信任決議が否決された時じゃないと、要するに議会と政府が対立した時じゃないと解散しちゃいけないという仕組みになってますし、2011年のイギリスでは解散権を制限して、要するに不信任案が可決した時じゃないと下院を解散してはいけません、まあ、そんなようなまあルールにしたと、そういう法律を作ったということがあります。で、3月23日の憲法審査会ではこういうような話題がありまして、でなんで私この話をちょっと長くしたかといいますと、これ参考人が3人ほど呼ばれておりまして、でその中の1人が私でございます。でこの日私も一生懸命喋ってきてですね、で解散権の制限パートを担当したので、なんかいいアイデアはないかなと思って一生懸命話したんですけれども、ただこれとある事情で全然報道されませんでした。
出てくる前にですね、沖縄に来る前に沖縄タイムスのデータベースでタタタとやったんですが、この審査会で私が喋ったということは残念ながらニュースになってないということで、まあ、今からでも遅くないのでぜひお願いします。でなんでこれ報道されなかったかというと、まあ、日付を覚えてる人は覚えてると思いますが、これですね、籠池さんが承認喚問された日でありまして、で、こちらの方の日程は承認喚問が決まる前からかなり前から決まってた日程で、その後急遽この籠池さんが呼ばれるということになりましてですね、で、私この承認喚問が決まったんで平然とこれ中止するのではないかと、憲法審査会のは中止するんじゃないかなと思ったんですが、やりましたということで、まあ、あまり報道がなく、したがって比較的気楽にお話ができたという、そんな感じでおります。さてで、改めて憲法とはということを考えてみたいと思います。で私はこちらの講演でもお話をしたかと思いますけれども、憲法張り紙理論という形で教えておりまして、憲法というのは権力に対する張り紙のようなものなのだというふうにずっとお話をしており、いろんなところでお話をしています。で張り紙っていうのはどういうことかということなんですが、まあ、張り紙を見てですね、例えばですね、小中学校 の, 廊下に行くと、こう廊下は走るなという張り紙がしてあると。で張り紙がしてあるってことはやるやつがいるということなんですけれども、どういうことかというと、要するに子供を集めると廊下を走って怪我をする、これは人類普遍の原理でございまして、したがってこれを繰り返させないために廊下は走らないということがわかると。ですから張り紙を見るとですね、何をやっちゃいけないかがわかると同時に、そこでどんなことが行われやすいかということがわかるという、そういうことでございます。で、ですからその団体によってですね、どういう張り紙がしてあるかというのは団体とかその場所の性質によって違ってくるということであります。まあ、この他にも例としてはですね、例えば私よく TBS ラジオにお世話になるんですけれども、お世話になった時に出るんですけれども、TBS ラジオに限らずそのラジオ局とかテレビ局というのはセキュリティが厳しいので、ID カードを手放さないでくださいという張り紙は大体まあどこの、ラジオ局でもテレビ局でもあるんですけれども、TBS ラジオだけではですね、なぜか、トイレで寝ないでくださいという張り紙がしてあります。これは何でかというと、おそらくこれ TBS ラジオのトイレというのは極めて寝心地がいいからではないかというふうに思われるわけですが、まあ、こういう張り紙をすると。で権力というで国家権力の場合もやっぱりこういうことで失敗をしやすいというのがたくさんあって、それがまあ3つの失敗がある。戦争、人権侵害、独裁。でこの3つの失敗を繰り返させないために憲法に戦争をコントロールするための、まあ、文民統制、軍事力をコントロールする規定とか、侵略戦争を禁止する平和主義の規定、人権宣言、あるいは権力の独裁を繰り返さないための権力の分立というのが書かれるということになるわけです。でこのように憲法というのはこんなふうに権力に対する張り紙なんですよという、そういう話をしているわけですが、先ほど言ったように私先週国会に行ってまいりましたので、せっかくなんで国会の中に何か張り紙がないかということで探してみました。さすがに廊下は走らないという張り紙はなかったんですけれども、こういう張り紙を見つけました。噛み終わったガムは包んでゴミ箱に捨てましょう。これは本当に国会のトイレに貼ってあった張り紙でありまして、多分ガムを包まないで捨ててしまう人が多いということのようであります。さてで、話はちょっと森友学園の話が出たので、そちらの話もしようかなと思いますが、この問題を少し抽象的な視点から考えてみたいなというふうに思います。で、まず憲法審査会の話をちょっとしましたけれども、三大原則をはじめ憲法の基本原則は国民に広く定着したと言われています。で衆参両院の憲法審査会でも繰り返し確認されている、このことは何度も確認をされているんですが、私が今問題にしたいのはこの憲法的手続きの精神であります。憲法というのは公権力を行使する際に、公権力の行使といってもここでは非常に広い意味ですが、立法であれ裁判であれ、あるいは人を逮捕することであれ、
公権力を行使するときには憲法上こういう手続きを踏んでくださいねということを決めてある。憲法的な手続き、憲法の定める適切な手続きをかけるということをしています。で、なんで何かをやるとき、公権力を動かすときに憲法上の手続きを踏まなければいけないか、これはいろんな価値があるんですが、まず権力乱用の歯止め、ちゃんとした手続きを踏まないと権力が乱用されてしまう、あるいは責任の所在が明確でなくなってしまう、これは憲法上の手続きを踏んでいくと、その公権力を行使するときの責任者が誰で、誰がどういう理由に基づいてその公権力を行使したかがよく分かるようになる。だから後から責任が明確になっている。責任が明確になる以上、無責任な判断はしないようになる。こういうことです。あるいは個人の権利を保障するために、例えば刑事裁判の手続きというのは非常に厳格な手続きを踏むんですが、こういうことをやると。手続きを踏むという、この手続きの精神というのが私は非常に重要であるというふうに思っています。で、ちなみに私が先ほど解散権の制限について憲法審査会で話をしてきたという話をしましたが、私が審査会で強調というか提案したのが、首相内閣が解散権を行使する際に、その何で解散をするのかという理由について、きちんと国会で説明させるという手続きを設けたらどうかという話をしてきました。2014年の解散を思い出してほしいんですが、2014年の年末に唐突に内閣が解散をするというふうに言い出しまして、で、なんで解散するのかというのが非常によく分からなかったという、そういうことがありました。で、時小学校4年生のなりすまし事件とかというのもあってですね、小学校4年生になりすました大学生の人がなんで解散するんですかみたいなサイトを作って、それが批判されてみたいなことがあったわけですが、ただサイトが言ってたように解散の理由自体がはっきりしなかったっていうのは確かで、例えば安倍首相は最初はですね、消費税増税延期の判断を、国民に問うというふうに言ってたんですけども、ただ消費税の増税延期について、時国会で、ほとんど誰も反対してない状況でしたから、なんでわざわざその衆議院解散してまでそんなことを聞かなきゃいけないんだというような批判がありまして、で、その後ですね、何日か経ってからはやっぱりアベノミクスを問う解散だというふうに言い出しまして、ただアベノミクスが何を指しているのかというのはちょっと難しいですが、ただ安倍首相の経済政策が国会で深刻な批判を受けていたっていう状況にもなかった、何の理由で解散してるのかがよく分からなくって、結局有利なタイミングを選んで解散してるだけじゃないかって批判を生んだので、私の提案としてはですね、今の解散っていうのは内閣が解散しますって言ったらもうその場で衆議院は、もう活動停止、参議院もそれに伴って活動停止ということになるんですが、解散ができるのは宣言から48時間を置くとかって時間を置いて、で、その間に何で解散をするのかということについて、衆議院で審議をしたらどうかと。だから与野党の議員から解散の理由について問うと、首相の側に。で、首相の側もきちんと理由を説明して、それで、もちろん審議の中で必要だということであれば解散をするし、必要じゃないということなら解散を引っ込めるという、そういう手続きを踏めというふうに法律で書いてはどうかと。で、これは解散権の制限、解散権自体を制限してないので、仮に憲法上自由に解散できる権限が内閣にあるとしても、その憲法上の権限を制限はしてないということで、違憲の疑いは免れるだろうと、違憲ではないと評価できるだろうという、こんなことをやってはどうですかという提案をしてきました。で、残念ながらあんまり国会議員の方々はですね、私の提案にはピンときてないというか、あんまりですね反応してくれなくてですね、一つにはですね、2014年の解散悪口言った後に気づいたんですが、衆議院の憲法審査会なんで、その時の選挙で勝った人ばっかりなわけですね。それは確かにあの時の解散がとかって言っても心に響かないかもしれないなと思ったりしました。で、ちなみにこの私の法律作ったらどうかという提案について一言コメントをしてくれたのは自民党の中谷元さんだけでした。
まあ、中谷源さんはあの安保法制の時にはいろいろ喧嘩もいたしましたが、あの人間的には極めていい人でございますので、まあ、そういうところでコメントをいただいたりしました。さてそれで憲法手続きの観点からいろいろ問題となる事例、例えばあの山城議長についてはまあ、いかにもその罪状に対して身柄拘束の期間が長く、また身柄拘束ができるというのはこれ法律上逃亡及び罪証隠滅の恐れがある場合となっているわけでありますけれども、本当にその罪証隠滅の恐れがあるような事案だったのかというのは非常に疑問ですし、この、まあ、身柄の拘束、非常に長い身柄の拘束が本当に憲法法律上の要請を満たしてたかということはかなり批判をされているところであります。であるいはあの森友学園の問題なんですが、今回の事態の責任がどこにあるのかということ、これもあの少し憲法手続きの観点から、分析をしなくちゃいけないんじゃないかというふうに思います。でこの点については、ちょっと先週の金曜日の報道ステーションでこの人が一番悪いんじゃないですかっていう話をしてきたんですけれども、でそれはあのかなりまあご好評いただいた反響が大きかったコメントだったんですが、もともとそれはあのこの沖縄タイムスの憲法の新定であのお話をさせていただいたことでありました。で、要するに誰が一番悪いかというとこの人でして、あのどういうことかというとですね、森友学園の問題がここまでを引いているのは結局交渉の記録が全部なくなっているというふうにあの財務省が言ってるからですね。で、それでじゃああの時どういう対応を取っていれば今頃すっきりしていたかっていうことで今日は模範例を作ってきたんですが、麻生財務大臣があの問題発覚時にですね、まず2月末までに事態の全容を解明できなければ辞職する覚悟で調査させますというふうに宣言をしていたらどうか、まあ、そうすると当然役人は何て言うかっていうと、大臣を辞職に追いやるわけにはいかないので全力で調査に当たらせていただきますというふうになったはずであって、で全力で調査した結果多分交渉記録とかが出てきたはずなので誰が悪くってどこにどういう責任があったかっていうのがよく分かったはずであるということなんですが、これをやらなかったためになんとなくその安倍首相が何か悪いことをしたっぽいけども結局とどめを刺すには決定的な証拠もないみたいな非常にモヤモヤっとした気分で、安倍政権の支持者もそうでない人もモヤモヤっとした気分でこの1ヶ月2ヶ月というふうになっているというそういう状況なわけですね。で誰が悪いかっていうとやっぱ結局麻生財務大臣がちゃんとこういうことやんなかったからであります。でこういうふうに全力で辞職する覚悟でやります。もう本当にこれ辞職に値するぐらい重要な記録の紛失だと思いますが、ということが行われている。で、この全力調査ってあります。こうなったはずなんですが実際どうかというと、交渉記録はなくしましたとなっていて、財務大臣はなくしちゃったって言うと、まあ、こういう感じになってるわけでありますね。でこういう状況があるということでございます。で、結局ですねこの、今もちろん麻生財務大臣が直接口聞いた可能性もまあまあなくはないですけれども、結局なんでこういうことになっているかというと責任をきちんと明確にして、で責任を取るべき人に取らせるという憲法的な手続きというのが今回この森友学園問題について憲法的手続きの観点から見た時の責任の追及というのが十分できていないからではないかというふうに思うわけです。ここについてちょっと参考になるツイートがあったんで引用させていただきますが、岡口喜一さんという方がいらっしゃいまして、かなり固い職業の方なので、知ってる人は知ってると思いますけれども、まあ、これは個人のツイッターアカウントということでその職業については今日はコメントいたしませんが、このかなり固い職業の方がですね、ブリーフ一丁で写真に写っているのをツイッターに上げて、それが職場で問題になるというそういう事件がございました。でただこの方の非常に真っ当な方でありましてこういう指摘をしているんですが、この森友問題については例えばかつてちょっと思い出してほしいんですが、薬害エイズ事件の時にまだ菅直人氏が厚生大臣時代ですが、厚生大臣が菅直人厚生大臣だった時には厚生省がひた隠しにしていた薬害エイズ関連文書を探し出させたと、あるいは
あの岡田さんがあの、民主党政権の時に岡田克也外務大臣が外務大臣になって、で日米密約文書を探させたところ、それが見つかったと。で長年隠されていたものが見つかった。で要するに官僚に舐められないためには国民の代表がちゃんと仕事をすればいい。で逆に言うと大臣には大事な文書をちゃんと管理する管理させるというそういう責任があるわけです。もちろんあの麻生財務大臣に財務省のロッカーを片っ端から自分で探せって言ってるわけじゃないですよ。そういう責任があるっていうのではなくて、その省の省庁の文書の管理をする責任というのは当然は大臣の責任なわけ で、実際この責任がちゃんと果たされれば文書が隠してたはずの文書が出てきたっていうことがあるでしょうと。でこういうふうに責任を明確化しておくと何が起きるかというと大臣が頑張ると。で、大臣が頑張るので文書が出てくるし、頑張らなくても大臣が責任を追及されない状況であればそれはあの文書の隠したい放題になるということになるということです。だからこの誰にどういう責任があるのかっていうことを明確にするっていうことは私はとても重要なことであるし、でこのなんで、この責任が明確になるかというと憲法上はこれは誰の権限で、そして誰に、どういう手続きで管理させなくちゃいけないのかということをきちんと明確化しておくと責任が明確になるし文書も見つかりますよというそういう話であります。で、この間の森友学園についての財務省の無責任感を見ていると、憲法の精神が定着したこれは大変良いことではあるんですけれども、ただまだまだ、憲法的な手続き憲法が要請する手続きをきちんと踏もうと、そしてそれに基づいて責任を明確化し個人の権利を保障しようというそういう精神が不十分なのではないか、まだまだ十分に定着していないのではないかというふうに思われるわけであります。でそこであのまたもう一つ話題にしたいことがありますが、このような中で何が必要かということを考えてみたときに、私はこの最近もちょっと、パン屋さんが和菓子になったというような話でちょっと話題になっているところですが、道徳教育などやってる場合かという、ここを私はあの今問題にしたいというふうに思います。で、今度あの憲法の新定は道徳教育で今週末は行こうかなと思ってるんですが、あのパン屋が和菓子云々っていうことでですね、ちょっとどういう教材だったんだろうということで私もいろいろ調べ、またいろいろではないですちょっと調べてみたんですが、要するに自分たちの町を歩いてこの町にどんないいところがあったかを書き出してみましょうみたいなそういう企画、あの道徳の教科書の内容 で、その中に通り道にあのパン屋があったのが和菓子屋にしようみたいなそういうようなふうに修正をしたっていうことでありました。でただあの道徳教育っていうのは私は非常に問題があると思ってますね。これは価値の押し付けだというふうに言われたりもするんですが、価値の押し付けはいかん、これも大変重要な論点であります。重要な論点でありますけれども、私がまず問題にしたいのはですね、この道徳教育と呼ばれるものについて、正解であるとかあるいは、良い悪い、これは良い道徳教育でこれは悪い道徳教育で、あるいは、良い回答と悪い回答を区別する基準というのが極めて不明確である、これが私は道徳教育の大きな問題であるというふうに考えております。例えばですね、その自分の町というものについて歩いてみて感じたことを書きましょうっていうのが例のパン屋さんと和菓子屋さんの課題です。要するにでそれ見たときに私が答えるとしてどういうふうに答えるかなと思ったんですが、多分私はかなりひねくれた人間なので、こういうふうに自分の育った町を思い浮かべたときにそういう課題出されたら、この町のここが汚い、あそこが汚い、ここが汚い、これを全部きれいにすることが町を良くすることじゃないかという、そういうことを書いたんじゃないかと思うんですね。でそれは私のこの町を愛する心から出発していると思うんですけれども、ただ一方でどう考えても教科書が想定している模範回答ではないということですね。で、これがまさに道徳教育の基準が不明確という問題であります。
でその他にも、まあ、道徳教育についてはいろいろ恨みつらみがあるので少し紹介させていただきますと、すいませんねこういうことに付き合わせてしまって、ちなみに私の娘は結構道徳教育が、まあ、あんまり納得がいかない方でありまして、娘が最近起こったケースとして、サトシ君の請求書というタイトルの道徳教材がございます。これ どういう道徳教材かというと、サトシ君は、まあ、何らかの事情で500円欲しかったと、500円欲しかったらしいんですが、お小遣いがないということで、お手伝いをします。でお母さんに請求書を書くんですね。お風呂掃除をした100円とか、床を掃いた100円とかっていうような請求書を500円分出してお母さんに突きつけると。でお母さんは、まあ、それを受け取って、で何も言わずにこう500円返すと、渡すと。でその後にサトシ君が翌日家に帰ってくるとですね、今度はお母さんからの請求書っていうのがありまして、朝起こしてあげた0円朝ごはんを作ってあげた0円、それして、部屋を掃除してあげた0円とかって、こう0円 の請求書がこうつらつらつらっと書いてあるわけです。嫌なお母さんですねという感じがするわけですけれども、でそれを見て、でサトシ君は反省をして、もう請求書は出しませんでした、まあ、みたいなことが書いてある、そういうお話です。でそれについてあなたはどう思いましたかという、あなたがサトシ君ならお母さんに何て言いますかみたいな、まあ、そういう課題です。で、まあ、模範的な回答はお母さんがこんなに尽くしてくれてるなんてっていうようなことで、お母さんのありがたさを知るということだったんですが、娘の回答はどういうものであったかというと、これはですね、お母さんに請求するのはまあ面倒くさいので、外でバイトしますと、まあ、そういう答えでした。で、さすがにちょっと心配になったので、何のつもりでこういうことを書いたんだというふうに聞きますと、サトシ君は500円欲しかったんだろうというわけですね。あ、それはそうだと。で、お母さんに請求しないようにしたと。そしたら500円もらえなくなって、というか500円欲しかったという気持ちはどこに行くのかというのが娘の主張で、つまりその道徳教材の課題をクリアするにはお母さんへの感謝の気持ち、これ大事だと。お母さんに500円請求する、請求書を書いて請求する、これは非常にまあやましいというかですね、非常に卑しい、これは分かると。でも500円は獲得しなきゃいけないという、こういう課題を同時に満たすにはどうするか、外で働きます、まあ、そりゃそうかという感じですね。でそれは非常に深いというふうに思いまして、でもそれは当然道徳教育的にはいかがなものかという評価になるわけであります。でこのように非常にまあ道徳教育というのは基準が曖昧すぎると。だからパン屋さんの話もですね、その実際に道徳教材見てもパン屋さんを和菓子屋さんにしたから教材として改善されたり良くなってるかどうかもよく分かんないですね、見ても。なのでそれを見てもですね、よくわからない。それは何でかというと、根本的なところで、道徳教育ということについての基本的な基準というのがないからです。で国語や算数であれば、まあ、難しいところはありますが、まあ、やっぱり基本的には基準が明らかなわけですね。やっぱり 4×4 は130ですっていう人は、これはちょっとまずいので再教育しなきゃいけないとか、あるいは私のように漢字の書き順がむちゃくちゃな人はですね、これは漢字をちゃんと書いてくださいということになるわけです。習字もそうで、どんどん脱線してるんで面白いんで脱線しますけれども、私漢字を書くのが比較的苦手でありまして、習字の時間というのは苦痛だったので、習字の時間お手本を下に敷いて、それでこうそのまま上からなぞって出すということをしたんですが、お前なぞっただろうというふうに、バレたことがあって、なんでバレたんだと思って自分で見たのをやったらですね、下敷きにしたお手本を裏返して返したので書いたのが綺麗な鏡文字になっていたということで、まあそれはバレるわというような話であります。それはどうでもいいんですけども、で要するに基準が明確だと教えれるわけです。で教材としてもその基準に従って子どもたちが理解できるようになれば、それは教材として改善されたし、そうじゃなければ改善されてない、基準が明確になるわけですが、道徳についてはどうもそうではないということで、ような滑稽な教科書検定が行われるということになっているわけです。さて、で私はこれをテーマにですね、おととしですが2015年の1月に、現代ビジネスという講談社のサイトでですね、道徳教育とある道徳教材を批判する記事というのを書きました。でこの記事の来歴も、しょうもない来歴なんでちょっとお話しさせていただきますが、
私は清水准教授の法学入門という法学入門書を書いて出版しております。でこれは講談社系の出版社から出ているものなので、講談社さんからですね、この現代ビジネスという媒体があるので、こちらの方でそれを紹介する記事を書いてくれませんかというふうに依頼をいただきましたので、じゃあ紹介しようと。ただでも宣伝するだけではつまらないので、何かそのいい話題はないかなということで、広島県教育委員会のですね、が出している道徳教材があって、これがあまりにもひどいというふうに話題になっていたので、これをですね素材に、自分の本を宣伝するという記事を書いたらいいんじゃないかということにしました。でちょっとどういう教材か資料でもお渡ししてるんですが、お話ししていきます。でこれどういうことで私がこの教材に関心を持ったかということなんですが、この憲法の新手でも2回ほど指摘をさせていただいたんですが、組体操というのが非常に危険であるというお話、これは新聞連載の方でもさせていただきました。今学校の組体操の中では非常に危険なものがあるということを指摘してされていて、友人でもある名古屋大学の内田良先生、見た目は金髪のヤンキーなんですけれども、心はとても優しい人という少女漫画のキャラクターのような人ですが、彼がですね、2014年だったかと思いますが、ヤフーの、サイトで、組体操というのはとっても今危険なことが行われているので、とにかく緊急に中止しようということを呼びかけるものを書きました。組体操ってどういうものかというと、小学校の5年生6年生あるいは中学生ぐらいが体育祭や運動会の出し物として行うものでございます。沖縄でどれぐらい盛んかはちょっとよく私は知らないんですが、本土ではかなり盛んでありまして、ピラミッド四つん這いになった人が台になって、その上に四つん這いになって、さらに四つん這いになってみたいな形のものとか、タワー、これは人が肩を組んでその肩の上に人が立ってみたいな、そういうことをやっていくということなんですけれども、この組体操は非常に危険でありまして、内田先生が問題を指摘したときには10段ピラミッドをやっているという、そういうところがあった。10段というのはもう四つん這いになった人が10段積み重なるということで、高さ7メートル、そして一番下のこの土台になる人にかかる重さは実に背中に200キロとあります。200キロということはですね、これは四つん這いになった中学生や小学校5年生の背中で白鵬関が土俵入りをするという、それぐらいの重さでありますから、これは正気の沙汰ではないということで、なんとかもうこういう危険な競技はやめましょうということが指摘されていました。で内田先生が非常に説得力があった一つの指摘が、これは工事現場では許されない安全基準ですというわけですね。というのは厚生労働省が出しているその建築現場での基準というのがあって、建築現場は非常に危険なので、高所作業、高さ2メートル以上で高さすると、高さで、作業をするときには必ず命綱とか手すりとか落下防止措置を取らなければいけないというルールがあります。でこの厚生労働省令に違反すれば、当然これは雇い主の側あるいは現場監督の人は安全配慮義務違反ということで責任を問われるという、そういうことになるんですが、しかしですね、中学生や小学生が作るピラミッドっていうのは建築現場の足場の比じゃないぐらいに人間が作る土台なのでグラグラするし、で私生まれてこの方手すりを作ってからピラミッドを作るピタの組み立てって見たことないですから、建築現場では要求される基準っていうのが全然要求されていない、安全基準が要求されていない、そういうような危険な状況があるということで、組体操に大きな問題が指摘をされていたという中で、広島県がこういう道徳教材を使っていたということです。ちょっと読んでいきます。今日は運動会の前日というのが舞台で、最後の練習でどんどんピラミッドを作っていくんですが、自分が登ろうとした瞬間に安定を失い床に転げ落ちました。で病院に運ばれ骨折だった、目の前が真っ暗になったようで何も考えられなくなったと、こういうわけです。で、事故の原因は下にいた渡るくんという子が、悪かったということになっておりまして、でこれに対して入院で渡るくんがごめんなさいって謝るんですけども、
の主人公の骨折した辰吉君は許すことができない、ごめん謝るけど許すことができないということで、そこで、お母さんが何て言うかというと、入院中の剛君に一番辛い思いをしているのは剛じゃなくて渡君だと思うよ、母さんだって剛があんなに張り切っていたのを知っているから運動会に出られないのは悔しいし残念でたまらない。でどうもね、この言いぶりだと前日に、これ運動会の前日なんですが、前日に骨折者が出てるんだけど翌日普通にピラミッドを作るらしいということがなんか分かるんですけども、これはちょっとどうかと思うんですが、母さんだって剛があんなに張り切って残念でたまらない、でも剛が他の人に怪我をさせていた方だったらもっと辛い、剛が渡君を許せるのなら体育祭に出るよりももっといい勉強をしたと思うよとお母さんが言って、道徳の教材に出てくるお母さんってなんでこんなみんな気持ち悪いかよく分かんないですけどもって言って、それで最後の一文はこれですね、その夜僕は渡君に電話しようと受話器を取った。でこれいろいろ問題があってですね、まず悪いのが渡君っていうことになってるのがすごくおかしいですね。であと僕が電話する先も渡君なんですが、私の考えはこうです。道徳教育では事故の原因は渡君、電話する相手も渡君なんですが、法学教育的には事故の原因は安全配慮義務を尽くさなかった学校が責任です。で電話する相手は当然損害賠償を請求するための弁護士事務所ということにならなきゃいけなくて、なんでこの教材では学校の安全配慮義務違反を問わなかったのかということですね。私はこの教材を見た結果、法学道徳教育よりも法学教育のはるかに大事であるということを考えるに至りました。で法学教育というのはまず社会で人が共生共同で住むための最低限 の、 倫理的な基準というのを法律というのは定めています。でそれから法学ですから非常に難しい解釈論で争いは出るものの、この場合学校が安全配慮義務違反があったかどうかというのは割と簡単に正解が出る問題ですから、こういう場合には学校は安全に配慮しなきゃいけませんでしたねということは、これ道徳の教材よりもはるかに明確に、明確な基準のもとに学校が悪かったんですねということを教えられるということで、道徳教育よりもこれ法学教育の方が重要ではないかというのが私のこの教材に対するコメントであります。でこれ出したところですね、2015年の1月26日に出した記事なんですが、16年の1月26日に出した記事なんですけれども、これ1月26日に出た記事にもかかわらず1月中のアクセスランキングトップになるぐらいたくさん読まれまして、何がすごかったかというとより、道徳教材の威力であります。この道徳教材がやっぱものすごいひどかったということで、非常にこの道徳教育材がひどいということが話題になりまして、いろんな人に読んでいただいた、随分盛り上がりました。この盛り上がりを受けて広島県教育委員会はこの教材に貼ってあったリンクを取り消すというところまで行きましたけれども、私のところにもいろいろ抗議が来ました。でこれどういうことかというと、この私の記事の内容というのは道徳教育よりも法学教育の方が大事だということで、道徳教育も法学教育をやろうと。でオチはどうなってるかというと、これ先ほど言ったようにこれ私の本の宣伝のために書いた記事でありましたので、法学教育の方が大事なんだけども教材でお困りの皆さんと、私が書いた法学入門がありますと、そういうようなオチだったんですが、この記事を読んだ方々はですね、から私非常にこの記事に対して抗議を受けまして、こんな大事な問題を扱っている時に自分の本の宣伝をするとは何事かという、そういう抗議をいただいて、これもともと私の本を紹介するために書いた記事なんですが、なんで怒られなくてはいけないのかという、そんな事件がありました。で、このようにここでもやっぱ責任の明確化ということですね。で安全配慮が必要なので、やっぱこういう危険なことをやるときにきちんと安全配慮をしたかどうかということを手続きを尽くしてチェックをしましょうということをちゃんと考えないと、こういうことが起きてしまうし、実際そうだから、こういう問題が起きた、組体操の危険なものが行われてしまう、そういう問題が起きているということです。さてでこの観点から、いよいよ辺野古の問題を扱ってみたいんですが、この講演会でもまた憲法の進展の連載でもずっと扱ってきた問題なんですが、私はこの辺野古の埋め立て承認というか辺野古問題については憲法的な手続きが十分に踏まれていないというのが非常に大きな問題なのではないか
というふうに考えています。で、考えてきました。で、これについていよいよ司法の場で判決が出されるということで、昨年の後半、昨年から埋め立て承認取り消しの違法確認訴訟というのが行われたというのは、もうこれ皆さんもご存知の通りであります。で、この問題でありますが、まあ、簡単な事実関係でありますが、要するに中山知事がした辺野古の埋め立て承認処分というのがありまして、でこれを尾長知事が2015年に取り消しまして、取り消しをいたしました。で、取り消したのが違法であることを確認してくれという、まあ、経緯がややこしすぎますが、埋め立て承認を取り消した処分の違法の確認をしてくれということを国が沖縄県知事を相手に訴訟を提起して裁判所に訴えたということであります。でこれは地方自治法上の特殊な訴訟形態を使っておりますので、地裁じゃなくていきなり高裁から始まるという訴訟形態でありますが、この訴訟形態最初の出発点になったのがこの那覇、福岡高裁那覇支部の判決であります。で平成の28年昨年の9月16日に判決が出まして、で、判決が、まあ、出ましたということに、まずこれが9月16日の判決であります。でこの判決は辺野古が唯一であるとかいろいろ言ってるんですけれども、まずそのいろいろ問題点があると指摘をされました。でちょっと判決内容をこの、高裁の判決を振り返ってみたいんですが、高裁はまず尾長知事、県知事が埋め立て承認を取り消せる場合ってどういう場合かってなことを検討いたします。で、行政法的な、これは私の専門ではないんですが、まあ、一般的な知識でしゃべりますが、まあ、法律家としての一般的な知識でしゃべりますが、尾長知事が中山さんがやった承認処分を取り消せる場合はどういう場合かということについて、違法、この埋め立て承認に法律違反、違法があれば取り消せる、これは当たり前であると。で行政法的にはですね、さらに違法とまでは言えなくても不当、と言えるようなものであれば、違法ではなくても不当処分であれば取り消せるというふうに言われていたんですが、一方でこの福岡高裁那覇支部の判決は、取り消せるのは違法な処分だけで、不当と評価されるような処分であっても違法のランクまでいかないと取り消せないという、行政法学的には非常に問題があると、あるいは端的に誤っているという人もいましたが、というような処分は取り消せないのであるというようなことを言って、違法かどうかだけしか判断をしなかったということがまず問題として指摘をされました。それから辺野古は唯一の解決策なのだと、普天間移設先として辺野古以外にはありえないのだということをいろいろしゃべりまして、で、この点もかなり踏み込んだかつ誤った判断ではないかということを批判をされました。でそれから辺野古の問題というのはですね、法的には原告がやっている主張はものすごくたくさんあるんですけれども、中身の主張としては二本柱になっているというふうに私は分析をしております。で、原告の主張、被告沖縄県知事側の主張として二本柱というのは、まず普天間基地の移設先として辺野古を選ぶ、しかも今の形での辺野古の選び方というのは合理的ではない、まあ、そもそも普天間基地と移設先の選択肢として合理的ではないんだというのが、まあ、一つ目の、柱です。もう一つの柱が、これは土地の利用とか、あるいはその軍事的な、あるいは防衛的な観点から、まあ、合理性が一定程度あったとしても、環境破壊の面で無視できない影響が生じるという環境面での問題。だから土地利用の合理性の問題と環境面の問題、生態系とか、サンゴの破壊とかってことですが、この二つの、二本柱が、いわばその取り消し処分が妥当なんだという、適法なんだという側の県知事側の主張の骨格になっておりました。で、まず辺野古が唯一の解決策で、要するに普天間よりはマシだろうということで普天間に
普天間基地を辺野古に移設することは合理的だというのが福岡高裁那覇支部の基本的な立場ですね。でもう一つ、じゃあその環境面ではどうなのかということなんですが、ここがちょっと非常に大事なポイントなので、少し慎重に話していきたいんですけれども、県知事側、沖縄県知事側は何を主張したかということですが、環境面で問題があるということは主張しました。で環境面の問題なんですが、別にその環境上の問題があるということを尾長さんが思いつきで言っていたわけではもちろんないわけで、取り消す前にまずその環境の専門家である弁護士さんとか、環境についての専門家である科学者たちの第三者委員会というのを作って、でここを埋め立てた時に生態系への影響はどうですかとか、サンゴ礁への影響はどうですかっていうことを審査してもらうという第三者委員会の判断というのをしてもらってます。で、司法の現場でこうした専門家たる第三者委員会の判断がある時っていうのは、この判断を基本的には尊重するというのが、この判決というよりはさまざまな分野における判断の一般的な裁判所の態度であったというふうに指摘をされています。ですから例えば過去の原発関係の訴訟でも原子力発電所の差し止めとかそういう問題を考えるときに、必ず手の問題については行政機関がいきなりやるわけではなくって、原子力の安全に関する専門家が集まった委員会みたいなものができて、そこの判断があって、で例えば稼働するとか設置するっていうところに至る。で裁判所がその設置とか稼働の判断をするときには、これはまず第三者委員会の判断を尊重するし、それを覆す場合には何らかのその第三者委員会の判断の問題を指摘しなきゃいけないというのが作法である。でもこれ考えてみれば当たり前で、裁判官というのは法律の専門家ではあるんですけれども、環境の専門家であったり、あるいは原子力発電の専門家であったりするわけではないので、したがって、そうした第三者委員会の判断があるときには、具体的な問題が指摘できない限りはそれを尊重しようというのが基本的な司法の態度だとされていたんですが、この福岡高裁那覇支部の判決ではどうだったかっていうと、第三者委員会の判断を覆す具体的な理由を全く述べてない。だから第三者委員会の判断自体が何もなかったかのような判決になっていて、端的にこれ問題がないんだよみたいなことをいきなり言い出すと、あるいは中山さんがやった処分は問題がないんだよってことを言い出すという、そういう判決になっている。だから取り消し処分について、まずそもそも前提問題として、違法な処分しか取り消せなくって、不当な処分は取り消せないって言ったとか、辺野古は唯一の解決策で普天間よりマシだろう論法であるとか、第三者委員会の判断を覆す理由を明示していない、こういう問題がありますねっていうことがまず指摘をされておりました。それからもう一つの問題でありますが、これは私がこの憲法の進展の、連載で何度も指摘をしてきたことでありまして、こちらにいらっしゃる皆さんはよく知っている話かと思いますが、どういうことかということを言いますとですね、要するに米軍基地を作るということは、これは地元の自治体、名護市や沖縄県の自治権の制限につながると。で自治権を制限する場合には、これは地方公共団体の組織と運営に関わる事項についての決定なので、自治権を制限する場合には法律の根拠が必要であるというふうに憲法92条に書いてある。じゃあ例えば辺野古の基地を作りますよとか、あるいはもっと一般的に米軍基地を作るときには地元の自治体の自治権をこういう範囲でこのように制限しますよっていうことを書いた法律があるのかっていうと、ないでしょうということで、そもそも米軍基地を設置して自治権を制限するということの根拠法がないので、辺野古に基地を作っても基地を運用するための法律がない以上使えませんよと。で使えないもののために埋め立てるのは合理性がゼロなので、当然公有水面埋め立て法という法律の条件、埋め立てるための条件を満たしてませんね。だからそもそも埋め立ての根本が違憲であるということで、こういうような問題を置いたとしても憲法上の手続きの観点から問題がありますよというようなことを指摘したということであります。
で、福岡高裁那覇支部は何て言ったかっていうと、この自治権の制限は、条約に根拠があるからいいんだというふうに言ったんですが、条約と法律というのはそもそも違うものですし、あるいは憲法上の、法律で作れという憲法上の要請を条約で制限してよい、条約でパスしてよいというふうにしてしまうと、憲法上の要求をいわば脱法、脱権できてしまうという、こういう根本的な問題があるということです。で、こういう問題が指摘をされていて、この判決は到底妥当ではないですねというようなことを、行政法学者 の、 例えば早稲田大学の岡田教授なんかは非常に強く批判をしていましたし、自治権制限については私もこの、連載の中であまりにもおかしいというようなことを指摘をしてきたわけであります。で、ちょっとこれを簡単に確認していきますが、なのでごめんなさい、ということで、こういう問題がありましたということになります。じゃあということなんですが、じゃあ最高裁、今度は12月20日、昨年の12月20日に最高裁判所は、沖縄県、県知事側の上告を受けて、判断を下しました。で、これで何を言ったかということでありますが、確認していきましょう。まず取り消し処分の適法性妥当性、要するに辺野古に作るということの合理性についてどうですかという問題について、一つ目の不当処分は取り消せない、ここは間違ってましたということで、違法のみならず不当な処分は取り消せるというふうに言いました。で、その上で辺野古は唯一の解決策であるっていうこと、唯一とまでは言わなかったんですが、ただこういう論法です。新しい施設、辺野古の新基地の面積や埋め立て面積は、普天間飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されますし、それから要するに住宅地の上空を航空機が飛ぶっていうことは回避されるので、安全になるという面はある。したがって埋め立ての内容が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものという事情は認められないということで、辺野古が唯一とは言わないけれども普天間よりはマシになるだろうという、そういう論法で適法であると、埋め立てに合理性があるという、こういう議論を展開いたしました。なんとなく会場から怒りがこう伝わってくるんですけども、私が言ってるんじゃなくて最高裁が言ってるので、そこを間違えないようにお願いします。で、ただこれ最高裁はこういうふうに言ってるっていうことは、この辺野古の問題を、取り上げるときにどういうところに注意をしなきゃいけないかっていうことは、この判決はある程度教えるところがあるということです。で、やはりこれからも辺野古の問題っていうのはずっと続いていくと思いますし、まだまだ翁長知事も沖縄県民もファイティングポーズを崩していないというところかと思いますが、この最高裁の判断を踏まえると、どういうところをアピールしていかないといけないかっていうのは分かってきます。で、まず普天間より真下論法に対してきちんと反論しなきゃいけないっていうところがあると思います。で、普天間基地よりも、確かに人に対する危険という点では軽減されるかといえば、それは確かにされる面もあるんでしょう。それから負担面積が小さくなると言われれば、負担面積も小さくなる面もあるんでしょうということで、ですから、例えばこの事情、この問題をよく知らない人からすると、普天間よりかなりマシに見える、じゃあいいじゃないか、なんでそんなに反対するのかという議論も多分、特に最高裁も言ってるわけですから出てくるだろうと。しかし、これまず面積に現れない負担増の部分があるんですよっていうことは多分主張していく必要があって、でそれやっぱり何といっても埋め立てによるこれ基地の固定化、これちょっと環境面を置いたとしても、あそこを埋め立ててしまうと、これはもう要するに飛行場米軍基地ぐらいにしか使い道のない埋め立てになりますから、基地が負担が固定化されてしまって、今でもある負担というのが固定化されてしまう、そういう意味で、危険の量のみならず質の面まで目を向けると、決して普天間よりもマシだというような、状況ではないですよと。で最高裁は辺野古が唯一とまでは言っていないわけですから、司法的判断からしても辺野古は唯一でなく、
また辺野古という場所は非常に質的な問題が大きいので、普天間よりもマシだという論法で埋め立ての合理性を説明することはできませんよっていうようなことは多分まあ沖縄県の側は今後主張していくべきポイントなんだろうというふうに思います。でもう一つの問題なんですが、最高裁判決は完全に先ほど言った第三者委員会の判断というのを無視しています。最高裁の判決も第三者委員会が指摘した環境上の問題について全く言及をしていませんでした。でそもそもおかしいのが高裁判決が9月16日です。で9月16日 で最高裁判決が12月の20日でありますから、3ヶ月 の非常に短い期間で判決を下していると。で、しかもですね、その3ヶ月の間にこの第三者委員会のこの環境面での判断について何か瑕疵が見つかったのかと。でこれ裁判所は先ほど言ったように環境面での判断の専門家ではないわけですから、第三者委員会の報告書の問題を具体的に分析するには相当時間がなきゃいけないはずです。にもかかわらずこの短期間で判決を下してしまったということはもうほとんど読んでないのではないかというそういう疑いすらかかるような状況でございます。でありまして、ただ私はやはりここの問題第三者委員会の判断っていうのがあるんですけれども、これについて裁判所が何も言及をしていないし、このロジックを覆すようなこの判断を覆すような環境面での問題っていうのは実は裁判所で指摘されていないんですよということも、これも指摘をしていく必要があるのではないかというふうに思います。でこれは今私の専門外の環境面とかあるいは行政法的な埋め立ての合理性という論点であります。で憲法的手続きというところに次に行きたいんですが、これ先ほど言ったように福岡高裁那覇支部は自治権制限の合憲性について法律で自治権制限する場合は法律の根拠が必要であるというふうに書いた憲法92条を無視して、本県施設、これは要するに辺野古の新基地ですが、辺野古の新基地の建設とそれからそれに伴って生じる自治権の制限は要するに日米安保条約と日米地位協定という条約に基づくものであって、法律は国会で制定するという憲法42条には違反しないし92条の問題にも触れませんよというこういう判断をいたしました。で、この判断については、簡単に言うと法律と条約は違うものでありますと。で私はというか沖縄県の側はこれ憲法に法律持ってこいって書いてあるから法律持ってこいというふうに要求していたと。で、裁判所の側は条約がありますということで条約を持ってきたと。でこれ借り物競争だと確実にアウトというそういうことですけれども、なんでこんなことになったんですかということですね。でこれについて最高裁がどういう判断をしたのかということでありますが、最高裁はこの点について大逃げを打ちました。大逃げを打つというのはこれどういうことかというと、先ほど12月20日に判決を出したというふうに言いましたが、12月の20日の判決というのはあれは法律問題についての判決で、今お話ししている憲法問題についての判決ではありません。ちょっと話を事情を説明しますと、最高裁に上告をするとき、これ別に尾長知事が上告するときでも国が上告するときでも皆さんが上告するときでも一緒ですが、上告するときには2つの文書を書きます。一つが上告理由という文書、もう一つが上告受理申し立て書というそういう文書です。簡単に厳密に言うといろいろ乗り入れはありますが、非常に大雑把に言えば上告理由という文書には憲法問題が書かれます。一方上告受理申し立て書には、憲法問題以外の法律問題が書かれる。これが基本的な割り振りです。でなんでこういうふうに分けるかというと、裁判所は、最高裁は憲法判断をすることが非常に第一の任務になってますので、憲法問題だけは絶対に答えなければいけない非常に別格の上告理由なので、上告理由という文書でいくと。で他の法律問題は最高裁が答えなきゃいけないと判断した時だけ答えるものなので、上告受理申し立て書というちょっと別立てで出しますということです。
で普通上告理由と上告受理申立書に対する判決というのは、普通は同じ日に書かれるそうです、要するに同じ事件ですから、上告されたら同じ日に上告理由と上告受理申立書についての、判決とか決定を出しますよということが普通らしくて、で知人の弁護士にも上告理由と上告受理申立書というのが別の日に判決とか決定が出されたことってありますかって聞いたところ、非常に異例であると、異例というか本当にそういうケースはない、普通は、同じ日にその判決出されますよというふうに、いろんな方が教えてくれました。で今回は上告理由と上告受理申立書を別日に決定を下しまして、上告受理申立書法律論についてはさっきお話しした12月20日の判決で決定を出しているんですが、最高裁はこの憲法論については上告理由については12月12日の調書決定というもので決定を出しました。つまり日付をずらすと、で日付をずらして日付がずれるので報道的にどうなるかというと、マスコミ的にはですね、もちろん判決が12月20日ということでそっちに集まるんですけれども、上告理由の方はそっちの日とは別の日に出されているので、あんまり注目が集まらないということで、12月12日に憲法論が棄却された、上告棄却されたということが報道されているところっていうのが、これ細かく見ないと全然なくって、場合によっては全然報道されないという展開でした。で沖縄タイムスは偉かったと、なんでかというと、これさすがに私がお話しして分かってくれていたようで、憲法論が12月12日に12月13日の記事を見ると、これ憲法論が棄却された、これはとてもひどいことだということがちゃんと書いてあります。沖縄タイムスどうぞよろしくお願いしますということになりますが、でこれじゃあどういう文書だったかということをちょっと今お見せいたしますが、12月12日の調書決定というのがあります。最高裁はこんな事件はうちが扱うような事件じゃないよ、くだらないっすという時にどういう決定を出すかというと、判決ではなくて調書決定というこういう一枚紙を出して判決を出しておしまいという、そういうことを、判決というか決定出しておしまいということをします。でこの12月12日には調書という非常に簡素な書面で、20日に法律論についての判決を出しますよっていう決定とともに、上告理由の方は棄却しますよっていうようなことを出しています。でこれこの紙の PDF ファイルから画像を撮ってきたものですが、こういうものですね。平成28年行通の第329号決定日は28年12月12日第2小法廷、鬼丸かおるさん以下4人の裁判官というようなことでございますが、これこれ上告理由についての決定で、上告理由については民事事件にこういうこの3行なんですが、ちょっと読み上げます。民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法311条1項または2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は明らかに上記の格好に規定する事由に該当しない、日付終わりというやつですね。これは世に言う見下り判決定というやつでありますが、ですね、要するにこれ自治権制限という憲法上の極めて深刻な論点を沖縄県の側は提起をしてました。で法律持ってこいっていうのに条約があればいいんだという無茶苦茶なことを言っている、この高裁決定であります。でこの決定がもし許されるのであればどういう問題が起きるかというと、例えば、地方自治の自治体の自治権を制限するときの法律というのは憲法92条で地方自治の本旨という原理に従わなくちゃいけませんよっていうルールがあるんですが、条約でいいってことになったら地方自治の本旨を無視した条約をアメリカとか、別にアメリカじゃなくてもいいです、韓国でも中国でもどこでもいいですが、どこかの国と結んで特別に自治権を制限する条約を結ぶと、それだけでその自治体の自治権が制限できるし、それが地方自治の本旨に反しててもいい、あるいはこの講演会でも何度か言ってきましたように憲法95条で住民投票で承認を取らなければいけないよっていう事柄でも、条約で決めちゃえば法律じゃないので住民投票の要求、憲法95条の要請をいわばバイパスできるということになってしまいます。でこういうむちゃくちゃで地方自治を条約で根幹的に破壊してしまうことができる判決について、これはおかしいですよと、いくらなんでも法律必要ですよねと言った
沖縄県知事の上告に対して、最高裁はこの答えですね、この3行半、まあ、見下り半と言いますが、まあ2行半ですね、すいませんね、というようなことで上告の理由は明らかに、何の理由もなしにこれでおしまい。しかもこれ12月20日の、判決と同時に出すといろいろ、まあ、多分私の邪推ですが、多分注目を集めたくなかったのか、こっそりと注目が集まらないように別日の調書決定でここだけ決定を出してしまう、このいうことであります。ということで、私がこの判決についての分析として言いたいのはこういうことでございます。なめとんのかということですね。で、まあ、このなめとんのかで終わるのもどうかと思うんですが、ただ、まあ、これ以外の終わりようがないところでございますので、まあ、ちゃんとしたまとめをもう一回言いますけれども、やはりこうやって見てきますと、自治権を制限するときにちゃんと国民代表が決めた法律という厳格な決定を踏みましょう、場合によっては憲法95条で住民投票の手続きも踏みましょうといった、こうした憲法的な手続き、こうした精神が実は非常にないがしろにされているのではないですかということであります。文書を管理するときには大臣がきちんと責任を持って、文書の、まあ、見つけなければいけないときには大臣の責任をちゃんと追及する手続きを踏みましょう。これが森友学園について指摘したことでありました。あるいは先ほど言っているように、辺野古の問題というのは法律とか住民投票といったちゃんとした憲法的な手続きが必要である。でそれによって権力乱用を歯止めにし、歯止めをかけ責任の所在を明確化し権利を保障する、こうした憲法上の理念を実現することができるようになる。しかし今現状を見るとこれお題目としてはですね、憲法の三大原則、国民主権、人権尊重、平和主義、これは非常に国民に定着している、これは誰も否定しないところですし、まあ橋本龍太郎首相の50周年の談話、60周年の安倍晋三談話、あるいは多分今年の安倍晋三談話、ちょっと安倍晋三談話になるかどうかまだ確定ではありませんが、多分まあ安倍晋三談話でももう一回確認されることでしょう。ただお題目だけ唱えていてもですね、結局その具体的に実際の場面できちんとした憲法の理念というのが実現できないと意味がないわけであります。実際ですね、教育勅語を単に暗記させるだけではですね、あれ全然意味がないということが あの事件を見ていて分かるわけでありまして、お題目としてお経のように意味が分かんないけど読み上げるということではなくて、きちんとですね、憲法の精神を身につかせるために、身につけるためには具体的な問題においてちゃんと手続きを踏むということをやっていく必要があるのではないか、まあ、これが憲法施行70年、沖縄で憲法を考えることで、分かってくることなのではないかということでございます。本日はご清聴ありがとうございました。木村先生、ご講演ありがとうございました。続いて質疑応答に入りますが、その前に5分間休憩のお時間とさせていただきます。この後20時30分から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございます。憲法張り紙理論ということに関連した質問を一つさせていただきたいと思うんですが、今のその権力というか政府は廊下を走るなという張り紙を横目で見ながら全力で突っ走っているような印象を受けるんですが、その張り紙をこう張り紙というか憲法をその実効性のあるものにするために当然私たち国民が努力をしないといけないと思うんですけど、どういうところでどういう努力をすればその憲法が単なる張り紙ではなくてきちんとその実効性のあるものになっていくかっていう、そういう何か解説というかお話をちょっと伺えればと思って質問いたしました。はい、ですね、もちろん権力を取り返すということももちろん一つの手かと思いますが、もちろんそれができたら苦労はないわけでありまして、大事なのはメッセージを伝わりやすいように作り上げるということではないかなというふうに思います。でおそらくですね、関心、先ほど例えば辺野古の問題をしましたが話しましたが、おそらく本土にいて辺野古の問題にそれほど詳しくない、事情が明るくない人から見るとまさに普天間よりマシだろう理論を見たときに何で悪いかがよくわからないわけですね。でそれに対してやっぱり私がこちらに来て話を聞いてみると、埋め立てるという形でこれは質的に普天間の固定化につながるんだ、これは例えば尾長知事なんかはそこを非常に強調されますけれども、そういう話を聞くことによって、あ、ここが問題のポイントで確かにそれはまずいよねっていうことが伝わったりするっていうことがありますし、第三者委員会の話もあれも行政法の先生方が非常にクリアに説明してくれたので人に伝わる、私もよくわかるってことがあったので、憲法上の問題が生じた時にはそれが何で悪いのかということを明確なメッセージの形 で人に伝える、これが非常に大事なことなんではないかなというふうに思います。ご参考にしていただければと思います。他に質問のある方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。聞きたいことはですね、三権分立っていうふうに、教科書でも習うのですが、今回の高裁では田宮さんという裁判長を連れてきましたね、安倍さんの方に。でも内容的にはもう分かこうなるだろうということが分かるような裁判だったということで、非常に三権分立から離れてるし、そしてもうその尾長知事しかもう陳述させないで、あんなに瑕疵があると言って取り消しをしたのに、その第三者委員会の櫻井先生以下誰一人呼ばなかったという、先生が言われた通りですけど、そういうことが分かりきっているような裁判をね、このやってしまうというこのことが今の日本にとってこの三権分立とこうどうなってるんですかっていう、そして私たちは今後何をしたらいいのかなっていうのがすごく困惑してるわけですね。だから今後、このまま進んでいけばもう県連も容認してしまったし、もう負けたんだからもう仕方がないんだというようなこう論調がそれによって作られていくということの恐ろしさっていうのを感じてるんですけど、その辺のことを教えてください。ですね、確かにこの辺野古の問題についてはあまりにもひどい判決が繰り返されているということはおっしゃる通りかと思いますし、当然これは最高裁の国民審査で、次はおそらく沖縄県での裁判官罰の率というのは相当高くなるだろう、高くすべきだろうというふうには思うという、まずはそこは押さえておくべきことかなと思います。で私はそのタミヤ判決についての分析は多少ひねくれた見方をしておりまして、東京の講演会ではお話ししたんですけれども、判決というのはですね、ちょっと特徴的なのが、仮に国を勝たせるにしてもそんなことまで喋んなくていいってことまで随分喋ってる、そういう判決なんですね。例えば辺野古が唯一って言わなくたって別に勝たせようと思えば勝たせられるわけです、最高裁がやったみたいに。しかしそこをあえて辺野古が唯一というふうに言い切ってみたりでありますとか、
あるいは私が提起してきた例のその根拠法律が必要だろうっていう論点も、もっとぼんやり書くことは、まあ裁判官のテクニック的にはプロにはぼんやりとやってるって分かりますけども、市民向けにはもっとぼやかした風に伝わるように書くこともできただろうと思うんですが、条約があるからいいと極めて明確に言い切ったわけですね。でこれはその要するに理論的な問題を理論的に非常に明確に答えているために、間違いを非常に指摘しやすい判決になっていたということです。でこれについての解釈は単純にタミヤ裁判官が頭が悪かったということももちろん考えられます。でもう一つの考え方としては、あえて国を勝たせるにしても理論的に明確にしておくことによって、まあ、欠陥をつきやすいようにしといたと。いわばこれ泣いた赤鬼という話に例えて話したんですけども、泣いた赤鬼ってどういう話かというと、よく道徳の教材に使われるんですが、人間たちと友達になりたい赤鬼さんがいて、友達の青鬼さんは、じゃあ俺が悪者をやるからということで悪者役をやって赤鬼にわざと退治されて、赤鬼はみんなと友達になるという、その青鬼がタミヤ裁判官だったのではないかというのが一つの説で、つまりどういうことかというと、むちゃくちゃを言ってですね、で最高裁に直させて自分は悪者を買って出ると。でここまで明確にあそこまで書いておけば、辺野古が唯一かどうかについて最高裁はコメントせざるを得なくなると。それから条約でいいって言っちゃったので、それを良しとするかそれを是正するかは最高裁答えなきゃいけなくなるというふうにして、まあ、わざと理論的に明確にしたの可能性もあるというふうに言ったと思ったんですけども、最高裁がその青鬼の気持ちを全く無視してですね、一緒になって破壊してしまったという、そういう話になっているという可能性もあるという、そんなふうに見ております。のでこれはまあ私の一つの見方ですけれども、参考にしていただければなというふうに思います。あ、那覇から来ました宮城と申します。2点ほど先生にお伺いしたいんですが、今の、尾長知事は最後の手段として撤回ということを述べられているんですけれども、まあ、そういう撤回ですね、まあ、今の裁判所最高裁はじめ、裁判所の見ると今流行りの言葉で全て行政に忖度したなんか判決が出てるような感じなんですけども、まあ撤回の行方というのは裁判でしか分からないんですけども、まあ、その後に撤回した後に何かまた辺野古に反対する我々の何かの手立てがあるのかどうかということが1点ですね。あと1点は、菅官房長は、尾長知事個人に、損害賠償を請求するというふうなことを話してるんですけども、まあ、そういうことも理論的には可能なんですか。先生のちょっとその辺の見解を先生教えていただきます。はい、よろしくお願いします。まず撤回ということが完全に仮に撤回が誰の目から見ても違法な撤回の仕方であるということであれば、それによって損害を被った側が損害賠償を請求できるというのは、まあ、理論的には確かにそうということになります。なので、まあ、基本的には撤回の合法性がポイントということにはなるのかなと思います。なので一つ目の質問がポイントになるということですけれども、私もちょっとこのやはり個人への損害賠償というのは大事ですし、まあ、ああいう恫喝の仕方をするというのは、まあ非常にどうかと思いますが、まあ、現実的にあの人が官房長官であるということは変えられないので、いろいろ考えたんですけれども、やっぱり相当理屈を立てて撤回をするにしてもしなきゃいけないとは思います。で、いろいろその高裁判決を今日見てみても、やっぱりちょっと環境面についての議論を裁判所がやらなさすぎるという面はこれは否定できないですし、逆にだから何も相手が言ってこなければですね、その環境面に議論を引きずり込ませるために、これ完全な思いつきなのでもちろん慎重にやらなきゃいけないんですけれども、結局だから中井町知事がやった時
にはなかったような事情で環境上問題があることが分かったと、新しい検査手段が見つかりましたよとか、科学的に新しい知見があの時点以降見つかりましたよっていうことであれば理屈は立つはずなので、思い切ってまず環境面にもう一回集中してみて、何が問題なのかっていうことを明確なメッセージの形にして発信して、それをまあ撤回の論拠にするっていうことは一つの武器としてあり得るかなというふうに思いますし、ところがやっぱり冒頭の話に戻りますけれども、結局その、私の子供が息子が最初に見た海っていうのは沖縄の辺野古の海、青い海でしたから、やっぱりあの海を大切にしようっていうのはかなり強力なメッセージになるのではないか。でこの海を大切にしようっていうところに分かりやすく発信できる科学的知見を乗っけることができれば一つ大きな力になるのではないかというふうに今のところ考えております、のでぜひそこも参考にしていただければなというふうに思います。多数ご質問が出ておりますが、質疑応答の時間は20時55分までとさせていただきます。質問のある方はどうぞ挙手をお願いいたします。ありがとうございます。自分はまだ学生なんですけど、この会場の人たちと比べて知識とかはまだないんですけど、毎日沖縄タイムスを見ている中で、この辺野古についてこれから新聞って読んでいく中でポイントとかは どこら辺なんですかね。新聞を見ていく中で特に着目した方がいい点というふうなのを教えてもらいたいんですけど。はい、辺野古の問題についてはいろいろ訴えたいことがあると思いますし、実際その裁判所 の論点の整理を見ていても、それこそ法的な手続きの問題、埋め立ての合理性の問題、軍事面の問題、環境面の問題、いろんな問題があります。で、ぜひ新聞読むときに注意していただきたいのは、結局その自分がそれを吸収するってことも大事なんですが、それを人に伝えるっていうことができないと理解したことにならないので、読んだ時に、この内容を自分が人に伝えれるかなってことも合わせて考えてほしいと思います。で、自分が分かりやすく人にこのことは喋れるっていうことがあれば、多分そこが一番のポイント、特にあなたにとってのポイントになるだろうというふうに思いますので、このことを人に話せるのかなっていうふうに思いながら新聞を読んでみるといいんじゃないかなというふうに思います。すいません、那覇の岸本と言います。尾長知事はですね、沖縄県民と県外説を公約にして当選しました。中山知事もそうだったんです。それが結局その他 の国会議員ですね、石破幹事長に説得されたんですよ。県内説に、県外説を容認し、公約して当選した自由民主党のその国会議員がですね、石破幹事長に全部説得されたわけですね。公約を変えろと。そうして彼女らはそれを変えました。そのために中山知事は結局いとも簡単に県民と約束していた県外移設というのを県内容認にしたわけです。そのことで結局沖縄に基地を辺野古にやるというような結果が出たわけです。で、尾長知事はずっとですね、那覇市長の時からそうです、安保が必要であったら、安保が必要だという国会全国の人たちはね 80% 超えてるんですよ。で、安保が必要だったら全国で平等に基地は引き受けてくださいと、はい、これをね尾長知事はずっと言い続けてるんですけどね、
どうしてそれが通らないのか不思議で仕方がないです、私は。そしてね、本当にね、基地が、はい、沖縄の辺野古にできるということは、永久に沖縄は基地の島になるんですよ。ですからそういう時にどうしたらいいですか。木村先生、助けてください。お願いします。本当に助けてください。私たちはね、本当にどうやったらこの基地が減らせるか、それを今一生懸命考えている途中なんですよ。ですからね、安保が必要だという方々が 80% 以上いるんであれば、もちろん基地も平等に引き受けてほしいと、そういうのが私の意見です。先生の方からも、もしできないんであったらできないとおっしゃってください。私はそれは納得しませんけど、はい、以上です。私の一存で辺野古の埋め立てをやめれるようならもうやめさせてると思いますので、要するに私と一存ではできないということはご存知の通りでございます。でですね、まあ、ただ今おっしゃったことは本当によくわかります。つまりなんでできないのかというのは事実的には非常に簡単に説明できることで、つまり本土の人たちというのは、まあ、もちろん一部例外の地域もたくさんありますけれども、要するに本土の人たちというのは基地の負担はないけれども安保条約での安全保障上の恩恵を受けれるという、やっぱりいいとこ取りをしているわけでありまして、いいとこ取りの既得権益層の既得権益を破壊するのはとても難しいし、既得権益があるので自分たちが自ら引き受けようという話はできるだけしたがらないというのは、まあ、これは当然のことであろうかなというふうに思います。でだからまあ理想としてはですね、結局だから面積割なのか人口割なのかいろんな割り付け方があるかと思いますが、この条約を結ぶ以上はこういう割合で各県で負担しましょうとかっていうようなことが法律で決まっていて、その基準に合わせてやりますというふうにすると。でだから、例えばですね、この問題の解決の仕方としては、自分のところから手を挙げてやってくれますっていう自治体を待つっていうのは、それはもちろん負担を押し付ける第二の沖縄を作るだけですから、この物事は公平に進めなくてはいけない。でそうすると、やはり基準を作って、でこの基準に合う場所を差し出しなさいというふうに各都道府県に投げて、まあ、もちろん今でもたくさん引き受けてますっていう、神奈川なんか結構たくさん引き受けてますから、そこは少しでいいとか、ここはちょっとたくさん出してくれて、たくさんそういう場所はあると思いますけれども、そういうふうに投げて、でこの時期までに決まらなかったらあなたの県に全部押し付けますよみたいな尻を叩いてですね、でそれで割り付けをするというぐらいのことをしないと、この問題は解決しないんだろうなというふうに思います。でポイントは、お前のところで引き受けろっていうふうに言って引き受ける場所っていうのは出てこないと思いますから、やっぱりこういうふうに割り付けるとこういう負担になりますよっていうメッセージを分かりやすく発信していくことが必要であろうというふうに思います。差し当たっては面積割でいいと思いますので、面積割でやると、例えば青森県はこのぐらいで、で岩手県はこのぐらいになりますよっていうようなことを発信していって、それが今こういう状況に沖縄に負担してますというメッセージをやはり言い続けるということ、まあ、これが大事だし、私もそのメッセージの拡散についてはお務めたいなというふうに思っております、ということしかお答えられないのが本当にもどかしいですけれども。はい、お願いいたします。よろしいですか。先日バスに乗ってたら、この沖縄タイムスのビルって指さして、観光客が沖縄タイムス変更報道してるんだってねって言ってましたよ。で私もバスの中で喧嘩を売るわけにいかないんですけども、一応沖縄在住30年になる内ちゃんなので、内ちゃんの声もいろんな声が入ってきます。で先に個人として何ができるか、それから安保の問題なんですけども、ちょっとその SNS いくつかやってるものですから見てみたら、北朝鮮がミサイル落とすから沖縄じゃなきゃダメっていうらしいんだけど、まあ北朝鮮がね、沖縄に沖縄とか今日本だかミサイル落として何か儲かるのかしらって思うんですよね。どうですか。
それからあと中国が攻めてくるとか、中国がな、そのフィリピンがどうとかなんか問題あるんだけども、フィリピンと日本じゃ国のスケール違いますから、ちょっと日本にはできないと思います。そういうことです。で、あの一番新鮮だと思ったのは自治権の侵害ということなので、その安保問題とかその基地問題で揉めてたらもう泥沼なので、その新鮮な自治権の侵害というところで共感を得ていくということがいいと思ってます。ありがとうございます。はい、次の質問のある方はいらっしゃいますか。ただいまマイクが回りますのでお待ちください。どうも、遠いところからお入れいただきまして本当にありがとうございます。はい、QAB とか沖縄タイムズでは先生の講説をよく勉強させていただいております。心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。こちらにお集まりの皆さんは全部有権者だと思いますのでね、公約を簡単に覆してですね、これがわずかの公約 の視点だったら、まあそれは許される範囲だと思うんだけども、沖縄のまさにその辺野古の問題っていうのは人権侵害や自然破壊、地方自治の本旨、つまり憲法92条 の地方自治の本旨に基づく、これは民主主義の源泉であり原点でございます。そういうことにおいて地方自治が崩壊されるという非常に極めて危険な状態に沖縄は今陥っているんじゃないかと、私から見て日本政治に対するその視点なんですけれども、そういうことで本土の政府においてやはり沖縄は弾圧すればついてくる、あるいは政府の言うことが正しいからお前たちついてこい、つまり差別の根源たるものが憲法破壊じゃないかと、つまり法の下の平等、そして憲法の三原則、そういうことが沖縄では作動しておりません。現実の問題として私も辺野古たまに行ったりしているわけなんだけども、もう権力が集中してですね、過剰警備も甚だしいです。窒息寸前の人もおります。そういう状況の中でね、日本の外交安全保障は日米同盟が基軸という方針を国是としてきている日本政府でありながら、どうして全体で持とうとしないのか、雨にも負けずにもございますけれども、小さなかやぶきの小屋にいてでもですね、東に病気のある子があればいて看病してやれ、西に疲れた母あればいて、その稲の束を置いというね、そういう日本の本来の美しい心がもう消えてなくなったんじゃないかと思っております。そういうことで憲法の理念というのは私非常に大事だと思いますし、当時国民を統治していくためにはまともな憲法でなければいかないと思っておりますので、ぜひ木村先生 の沖縄から日本政府を見た場合と、こちらに来られて講演をなさって、この雰囲気で感じ取る憲法の理念というのをどうお感じになっておられるか、ちょっとお聞かせいただけないでしょうか。はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。まあ沖縄に何度も来させていただいて、こちらの、まあ、雰囲気というか、まあ、本当にひどいことが行われているし、一方で、なんていうかな、感情というか知識というか、とにかくその意識の高さと低さの違いというのは本当に痛感するところであります。やっぱり若い方、本土の若い方と話をするときには、辺野古の問題っていうのが本当に知られてないというふうに思いますし、知られてないということ自体が若い世代 の、無意識もあるし、意識の低さもあるし、それ以上にそれを教える側の意識の低さもあるというふうに痛感しております。私はやはり道徳の教科書は沖縄問題一本でいいぐらいだというふうに思っております、というようなことを感じていると
ということでございますので、まあ、これからも私なりにしつこく、本土で喋っていこうかなというふうに思いますし、沖縄にはこれからもそうかなと思います。お話ありがとうございます。小口と申します。一つお伺いさせてください。憲法95条を見る限り、一つの地方公共団体で住民投票、県民投票を行って過半数を取った場合には特別な力があるんだと憲法は見ていると私は思うんです。国会でしかというふうになっていますので、例えば政令や条例、閣議より重いものだと、そういうふうに返すこともできるのではないかと思うんですが、でこれから尾長知事はまさに撤回をどうしようかというところで考えているところですが、撤回をするにあたって県民投票をして過半数を取ってからした場合と、そうでない場合とで憲法的に、まあ、質的な差というか、そういったものが生じるのかどうかというところの先生のご見解をお伺いできればと思います。はい、要するに撤回の理由付けだというふうに思いますね。撤回が、なんていうかな、撤回が環境破壊を理由にする撤回であれば県民投票ってあんまり意味がないと思うんですね。つまりその県民が賛成したからといって環境が破壊されなくなるわけではないので、一方で民意とか県民全体で判断しなければいけない事柄に撤回がかかっているのであれば県民投票は意味があるということかなというふうに思います。なので、県民の意思にかからしめられるような理由というのがどこかにあれば、それは県民投票をやって意思を示すということの意味が大きく出てくるということになるんじゃないかなというふうに思います。ですから例えば政府の側が県民の合意が取れてるとかっていうふうに言って、あるいは中山知事がそういうふうに言ったことが理由になっているということを説明があったのであれば、それはそうじゃないんだよということで県民投票するということに撤回を、まあ、根拠づける意味が出てくるのかなというふうには思います。で、まあ、その他にも県民投票ので意思を示すということは別に撤回と関わらず、撤回に仮に絡めなくても意味があることではあるのかなというふうに思いますので、ですので、まあ、県民投票の使い方というのを撤回だけに絞らなくてもいいんじゃないかなというのは私も考えているところでございます。多数質問が出ておりますが、お時間の都合で質問を残り1問とさせていただきます。はい、今日は、貴重な講演本当にありがとうございます。この先ですね、政府が統治行為論を持ち出してきた場合、沖縄県は、その統治行為論にどう対抗すべきか、どういうふうに、対抗する術があるのか、それからですね、沖縄県民がまだできること、全国に発信する中でですね、まだできること、まだ足りてないことがありましたら、ぜひお教えいただきたいと思います。統治行為論というのは、裁判所はこの問題は判断できませんって逃げることでございますので、今後のフェーズにおいては統治行為論言ってくれれば悪いことにならないことも多いかなと思ったりもしますね。例えば尾長知事に対する損害賠償について統治行為なんで関わりませんって裁判所が言えば損害賠償は請求できないわけですから、今後の局面では必ずしも悪い方向に行かない可能性はあるのかなというふうに思います。それから、まあ、県民ができることは何なのか私もいろいろ考えておるんですけれども、まあ、結局だから先ほど言ったように若い方にどうもこの問題がうまく伝わっていないっていうことがあると思うんですね。必ずしもだから悪い印象を沖縄に持ってたりとか、いうことではなくて、純粋にこの問題を知らないっていう人がたくさんいると。でこれは確かに沖縄に対するある種の差別心の帰結かもしれないんですが、まあ、一方でですね、そのまだ知らないってことは知ってくれれば分かってくれるかもしれない層っていうのも結構分厚く残っているというふうに思います。でそれにはやっぱり本土にいろんな人が発信しなきゃいけないというふうに思いますし、その例えばこの問題に理解を示してくれる本土の人っていうのもいますけれども、そういう人たちが
固定したメンバーで固まってしまうと、またいつもの人たちだって言われてしまう面もあるので、したがって、だから例えば、まあ、私はこういうふうに声かけていただいてますけども、私以外の人も、どんどんその有識者と呼ばれる人とか、発信力のある人に対してこの問題を知ってもらうようにするというと、どんどん浸透していくんじゃないかなというふうに思いますので、今この問題に関心を持っていない人にこそ、有識者もあるいは一般の方も含めて呼びかけていってほしいし、呼びかけ方を伝わるように工夫していってほしいなというふうに思います。まあ、もちろん私も頑張ります、はい、木村先生、本日は誠にありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。